皆さんこんにちは。日本で一番ユーモラスな理科の先生、根本万です。令和元年5月1日、いよいよデビューします。簡単な自己紹介をします。まず昨年全国発売されたのがこの本です。日本で一番ユーモラスな理科の先生。教師だったら本気でふざけろ。いや、これはふざけてないです。真面目な本です。興味のある人はぜひ買って読んでいただければ嬉しく思います。この本の中にも書いてあるのですが、中学校理科教師31年の中で2大発明があります。一つは電流検定、略して電検。そして二つ目がリカルタ右脳学習カードです。新スタイルの教育 YouTuber として、このリカルタ右脳カードを使った面白くてよくわかる授業をしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。学校の授業は、真面目腐った先生の授業は面白くない。教科書を読んでもさっぱりわからない。そこで私が面白くてよくわかる授業をこれから行いたいと思います。